エネルギーは欲しくならない中でエネルギーは欲しくならないとか言わない。でも今後何が起こるかわからないという本当に対応難しいなと思います。そうですね。それに加えて今その LNG の取り合いになってますからね。そこも難しいんですけれども、はい、ただ日本はその二酸化炭素を地中に埋めるなどの環境関連技術に強みがありますから、まあ、これを安定調達に向けた交渉のテコにしていきたいと考えているようです。ここまでおはビズでした。時刻は6時47分です。出かける前に押さえておく